よし、続きやってきます。また後日やってるんですけど、もう決めようあと会話か。フリーシャガールラケシャガールだとベオラケぐらいやったよね。うん、もう決めよう。めちゃくちゃクロマップやっとるもんここだけでパート何本いってんだろう。もうパート20台来たもんね。かかっとるわ。でもうターンエンドするのみだね。うん、そっか、あの資産に特攻かけてってところか。はいはいはい。シューターちょっとかかっとるけども、まあ死ぬことはないでしょう。ラケシスの合流をどうするかってとこやったよね。そういえばリターニングかわすかどうかとか言っとったっけ。手やりやったわ、そういえば。47。まあ、おのだけじゃない。アックスナイト2人、ランスナイト1人。結構グググ来るね。結構グググ来るな、アーマー。ロングアーチ、52%。これなるか。ただ硬い、レックス。レックスもうだいぶ頼りになるね。うん。なんなら、ここ今、頑張って、ね、クラッシュチェンジできるラインまで来てくれても助かる。うわ、結構、そうだ!そうやった!まあまあ、やばい状況、だったわ。え、待ち伏せあるん?ただやな。倒せてれば。ああ、再度しない。じゃあ、生きたね。で、また銀の剣のサビにして、結構いったんじゃない?もう。もう星40台いっとるよね。で、回復か。結構回復する。ただのライブかな。で、シューター終わったよね。よし、しのいだ。決めよう。フューリーはここか。シルビアがそこ。いやー、厄介やな。回復して手やりとかそうなんでもいいのか。いや、でも、こいつだけやな。せいぜい。あ、でも、内側に入り込めれば。あー、でも、こいつを倒してここに入ることができれば。ただ、シルビアが、ワンチャンあるか?ここから、ここ。ここから、8かな?ここから、1、2、3、4、5、6、7、8。あと一マス。あと一マス。ここで、再移動、再行動、いつも迷うんですけど、再移動かな?あと、そう、ここで多分止まることになるから、きついなぁ。レックスがちょっとやばい。ただ、レベル上がればもう慣れるね。アクスナイトの上ってなんだ?グレートナイト?かな?納得したいね。で、それ慣れればもう闘技レベル、マックスいくんじゃない?今7で終わっとるから。さあ、一気に行こう。ただ、勝てぇからなぁ。シンプルに。そうだね。ただ、シューターの範囲入ったところで大概やから。あー、アゼル、届かんのこれでも。シルビア。いや、でもシルビアは全力で生かすか。シューターの範囲入ってしまうけど。フュリーさえ、アゼルはもう確定かな。アゼルはここで再度する。内側でもいいかもな。ジャムか。で、とりあえず突破していかないとな。フィンの勇者で一体取ってくるか。15の4回、60。倒せる。あと、レビンとかもおるね。
シグルでも最高度かけてもいいかもしれん。フューリー、ワンちゃん置く？どう計算してもやよな。ここからやもんな。ここから、1、2、3、4、5、6、7、8。8やな。8やな。こっから殴れればこいつからは受けんけど、こいつさえ避けれれば、弱くないこいつ。こんな1まみれなステータス。あ、シャガールの指揮家か。指揮に。シグルドと一緒ってのがまた笑えるな。悔しいけど。あ、カイマレミア。拾っとこうか。ただ今忙しいしね。なかなか決まらんね。これもレックスで取ってもいいか。いこう。レベル上がれば下げるか。クラスチェンジしに。さあ、レベル上がるか。上がらない！上がらない！残り10。で、ここ、どうしよう。フューリーどうする？フューリーどうする？いや、そんな攻めんでもいいでしょ、まだ。ちょっと諦めよう、今回は。なので、ここで最高度させよう。で、キラー棒で落としに行く。で、ピンの4回攻撃やっぱ強いから、それもやろっか。よし。で、ピンの4回攻撃。4回攻撃。で、レックスまた動かすんなら、レックスも回復しないといけない。ナイス。で、倒せる。ただ、回数一気に減るな。回数一気に減る。よし。で、エスリンも回復しようか。エスリンで回復。フューリーがなかなか近づけんね。対シャガール大丈夫かな？そんな弱くないか。そんな回復せんの、やっぱライブ。ああ、グイッといける。ただ上に行きすぎてもって感じもする。この辺、あ、ババア行きすぎてもな。キュワンがいてれば、夫婦パワー。この辺にしよっか。うん、一目でも安定やしね。キュワン結構食らっとるな。あ、届かんときた。キュワン届かんときた。ただこうするよね、とりあえず。倒せるか ?27、2回。あ、違う !2 回出ないわ連続じゃないと。出ちゃうんだ。しかも一冊で。え、追撃リング当然持っとるわけだよな。出ちゃうんだ。さすが。あーで、ワンチャンフューリー、やってもな。シグルド行ったらもう帰ってこれんぞ。ただ、何歩行った ?43! 結構行ったね。ホーリン、届かない。イデールも結構食らっとるなぁ。ちょ、ジャムカのライン。ジャムカのライン。シルビア入ってしまうけど大丈夫か。細身やし。あ、シグルトとの会話忘れとるわ。あー、じゃあ。踊った後、あ、会話できんよなぁ。これもついたらかな。そうだね。あ、アゼルか。アゼル。アレク。手やりであればな。
いや、一発痛いしね、殴られると。12の12で24からの、守備引く。15か。結構もらうな。そうだね。そうだな。いや、行ったとて危なくなるだけやぞ。結構命中もあるしね。よかすだけにしよっか。あー、キュアン回復しとけばよかったというか、なんでこんな人まで減っとるやろ。あー、くそ。ベオウルフは戻るか。ラキシスの迎え行く。デュー、シャガールのお金一応パクリに行こうか。フューリー、次のターンのためにここで待機しとくのもありか。いや、ないな。再行動かける意味がない。あと一人誰にしようか。ミデールも割と食らっとるしな。帰ってこれるかな。こいつ縛いて帰ってこれるんなら、それにかけるか。じゃあ、ミデール採用。で、踊る。いや、これ強すぎるって。4人までいけんの。強い。結局、アゼル攻撃できんのかい。結局、やばい、レベル、圧倒的に相談だやけど。どうしよう。ギュアン、こうしよっか。でライブして、え、シャガール、あれリブロ持っとるってことは、あいつリブロ使うってこと。バロンって全部使えたよね。杖もいけるっけ。ただ持っとるってやっぱ使えるんだ。10マス銀の体験、うわ、威力20、35もある。ただ追撃とかの、うわ、あ、ただ結構守備力ある。一応生きるか。35だもんね。うん、フューリーは生きる。ラケシスも大丈夫じゃない。大盾ぐらいやるね。うん、あー、アゼル見なかったな。内側からやったってことか。じゃあレックス、まあシューターごときも、じゃあ手前任せるか。うん、追撃系持ってなかったよね。2回芝居って終わりか。10入らんかな。2か。フィンで突破してもいいかもしれんけど、一撃もらって悪いか。10、うん、倒せることは間違いないし、この辺、16、あ、生きる生きる、全然生きる。行こっか。じゃあ、また4、いや、結構回数減ったな。もう18しかねえ。なおさんと、2、ほい、1、2、で、前気味に出といてもいいか。うん。で、あ、フィンも結構来たね。もう16だわ。で、シグルでここ突破しちゃうか。20、うわ、倒せる、すげえ。ただ一発食らったらだるいけども、あ、その守備力高くない。16だ、あ、生きる生きる。だいぶ雑な計算やけど大丈夫か。また銀の剣のサビにして、うん、当ててくるね。 57% か。サンスケでもかなり低い方やけどね。でもここならちょっと安全か。こいつを増した。一気にぐるっといってもいいような気もするけど、そうしよっか。いや、アゼリ見なかったなぁ。見てる。帰ってくれるやろ、これなら。
道もちょっと使っとるから、いやでもじゃなかったら危ないか。いや結構守備力あったわ、一発ぐらいなら。てかそもそもシルビアとかに飛びそうな気がする。はい、当たった、誰当たった、危な危な反撃考えてなかったわ。いや全然戻れんかった。あ、やべやべやべ、見てるやば、見てるやば、見てるやば。ちょっとアーダンのアーダンの補助。あら、やっちまった。恐れもまたあるな。またナビプしたわ。ちょっとアズリギリギリのかか。あー、やってしまった。これまた大渋滞、女子のせいで。アイラここか、アイラここやな。あえてフューリーを危険下に入れるっていう、うわー、やべえ、やばいか。いやシルビアに飛ぶと思うけどな。頼むこんなばっかりで。あー、ディアドラがもう暇してんのか。リターンリング売っちゃう。ただお金ないよな。1万円。ってことは2万で売り出されるから、1万稼げればリターンリングは買える。お金ゼロ。もう闘技場行くしかないってことか。いや、そんな強くないぞ、でも。あー、ベオラクやっときゃよかったな。ちょっと頑張ってみる、闘技場。1万。もう闘技レベル5だしな。1万まで行くっけ。いや、でも案外そこまで稼げるんかもしれん。ちょっと前に2500もらったよね。あ、ちょうど2500もらったんだ。じゃあ次3000、次3500、その次4000、最後までいけば。あ、てか売ればいいんじゃねっつった記憶もあるな。値切りを売る、売ったら2万か。それか、それか、値切りはあえて持つ必要ないしな、もう。それだ。じゃあ、違う、出るな。リターニング売ります。ワープ、あ、ワープはまだ仕事あるわ。ラケシス送らないと。リターニング売ります。はい。で、一気に使えるっけ？値切り、まあ、売らないとあれやもんな。最速で移動できんし。あ、値切りが高い。で、一応見とこう。リタリング1万円。1万円。お金が足りねえぜ。売るしかない。売って、で、リタリング、うわ、倍になった。ただ買える。値切りきついな。4万。で、またお金なくなったけども、使える。あ、いける、よし、このターンなかなか、こいつら取り残された姫様って。で、これを、違う、すぐ外出る。星マークですか。で、まっきり。よし、めちゃくちゃうまくいった。ちょっと値切り売ってしまったらちょっともったいない気もするけど。ただ普通のやつは持ってないからね、その値切り。お金は等倍で。うわ、すげえいいとこ上がる。いけるんじゃね、もうあれ。闘技場。レベル4で止まっとるからね。てか光乾燥しとるんかい。
今思えば光星だわ。あ、こんながっつりナーガの適合者だったんだ。アルビスはファラフレーム、ファラやもんね。火のとこ右下か。あーで、え、ユーナ、あ？ユーナやったっけ？あれ？子供。ユーナは FF10 のヒロイン。あれ？出んなあの子一発で出るんだ、じゃあ。継承のやつ。なんか成婚でとかってあったよね、そういえば。血ありながらも、しっかり、その、体のどこかになんか、あざみたいなの出るって話やよね。よし、じゃあ、ターンエンド。シルビアに行くと思う。で、忘れられた三兄弟、頑張った。うわ、結構な移動力あるな。パラディンやもんな。結構すぐ追いつかれそう。さあ、てか、シャガールのそばまで行ったら、あいつら、エスリンなん？あ、大丈夫大丈夫。全部食らってもいい。エスリンなんだ。あ、やーべえ、見てる。ただ、一本それたんならもう耐えれるわ。勝った。もう死ぬ恐れはない。ミデールなんだ。わ。これ、おー、食える、今回。どうした?50% 台なんて結構食らってんのに、いつも。フィリ送ってもいいかもね。ギリギリまで行って。ここ？てか、シルビアも闘技場あるんやけど、フューリーでも一体取れんかな。あ、一文字そんなないしね。ミテール。お、いける、もしかして。あ、いけそう。マジか、強。シーグルドで一体。うん。で、違う。銀の剣のあれみたい。銀の剣。44。もう完成というか必殺化できそうやね。マジかだ。これは確定かな。シルビアとの会話あるけど、これは確定。で、下からミデールか、もしくはフィンの手あり。すいません。ちょいしゃっくりが。この意味も、てか全部と、必殺化したいけど、てかあれか、継承問題というか、親世代に持ってける問題がまたあるんすよね。確か、持ってけるのがシグルド、ディアドラ、キュアンエスリン、だけなんすよね。そう。普通は親に持たしとけば、勝手に子供に行くんすけど、それが難易度爆上げの要因の一つでもあるよな。ミデール回復して、ミデール回復してミデールでやってもいい気もする。レックスのテオの、ただ倒せんわな。ただ、あと8が欲しい。突撃とかそんな持ってないから倒しきれんからな。ないよな。あれ？経験値は？経験値ない？経験値、え？こんなことある？経験値ない。マジか。マジか。まあ、これはフィリーで取るか。え？見てる。見てる。ピン。ピンでいっか。手やりの必殺か。ただ手やり重てえしな。重たすぎる。重さ18とかやったっけ。さあ、うん、魔力魔力、その魔法やりとかないもんね。
この時代って。で、シグルドでこっち倒す。もうちょっとだ。ワンパン！気持ちいい。経験値もともとないんか、こいつ。さあ、もう目前ですね、シャガール君。で、フューリーを、ここかな。あー、シルビアの闘技場どうしよっか。あ、これ考えると、レビン。いや、もう会話するやつもなそうだね。上に送り込むや、シャガール。あ、ちゃんと強いか。そっすね。そうっすね。まあ、レビンとか、あ、そっか、反撃というか、あれ、間接できないのか。これ考えると、レビン、いや、もうレビン強すぎるわな。またアゼルか。じゃあ、こう、ミデール、ミデールなんで送った？自然と上に置いてしまったな。エスリン前やっとくか。あ！なった ?20? なったわ。一旦戻るか。ちょっとエスに戻ろっか。クレセンしたいしね。レックス一回シャガールしばいて、経験値あと8ぐらいくれるっしょ、あいつ。で、デードスかな。ジャムク、あ、ジャムクも強すぎるしな。ベオルフ戻ろう。もうラクス近いしね。あれ届くんじゃない？もう。行っていいよね。で、ベオさん。ダメか。次のターン、話して、話した後も再移動できるよね。よしよしよし。ジャム、いや、強すぎるな。この辺強すぎるぞ。強すぎるな。できればアゼル持ってきたいけど。とりあえずこうかな。あ。で、最高度をかけまして。で、フィリで倒せるよね。頼むぞ。細身で22の2回、追撃持っとるはず。いや、かっこいいな。このペガサス。紋章の謎とかあの辺のペガサス想像しとったんですけど、これはかっこいいわ。あ、ミデール没竹できるわ、平気で。シャガール。あ、これはこれだ。ありやったね。なんで上開けたんだろうって言ったけど。じゃあ、エスリー。回復しつつ下がるか。せっかくキワンが来そう。もうこのまま回復して下降りるか。さあ、エスリン、パラディンですわ。もう結構強いしね。そのまま闘技場行かして、行ったっけ最後まで。どうだっけ、あ、行っとるわ、最後。もう、ちゃんと強い。で、エーディン。一応みんな上行くか。闘技場時間、戻らす。いや、そこまで時間使ってもなぁ。まあ、ターンも気にし、結構来そうですね。50ターンぐらいまで。ラキシスが間に合うかどうかやもんね。ここやし。で、もう、ちょっとワンチャン、儲けるか。闘技場タイム。デュアウェイ行こう。ああ、でも、ツイリングゲットしたままやね。ワンチャンあるかもしれんか、戻ろう。アイラも終わってるから上か。やばい、イチャつく。イチャついちゃう、ここ。ホリンも終わってるもんね。いや、ソードマスター、違う、剣士系が強いね。レビンこっち。ジャムかも終わってるね。キラボ強いかな。Q1 も当然終わっとる。はいはいはい。AD。
回復ができるか。あ、ホリー減っとる。ホリー、まあ、届いてない。こうかな。よし、じゃあ、ディアドラが暇しとるな。ディアドラが暇しとる。もう、手当たり次第リターンで送りまくってもいいのか。すれ違うやつ全員。で、まあ、この辺残るやつ残って、ね、しばけばいいので、次のターンさっと、シグルド系、シグルド系、シルビアシグルドとか、ディアドラが暇だな。オッケーオッケー。じゃあそんな感じで。シグルド、シルビアぐらいか。今カンペ見てるんですけど。もう面白いな、この3兄弟。姫様姫が消えたっつって。よし。じゃあ、シルビアここまで、これ、ここか。え、どっちから、あ、レヴィンと回るわ。一旦戻らすか。あー、届いてほしかったね。ただ、こうして、会話して、これ見たやつやよね。レヴィンがちょっと、カマかけるというか、なんかちょっと、高圧的に行って、最終的にはなんか、馬が合いそうだとか言うやつね。で、話すし、したらもう何もできんっていいよね。まあ、今回再コードするあれはないかな。じゃあ話すだけ。歩行やからやっぱ話したら終わるよね。じゃあ行こう。キャーシグロ、有名人、キャーシグロ様だわ。あれ君は踊り子、冷静、何も。もう慣れてんのか、シグルド。え、こんな有名人なの、もう。アグスティーヌいる人にとってはもう、有名人なんかな。あれ君は踊り子、ここは戦場だぞ。危険だから城に戻りなさい。シグロ様、私のこと知らないの。ほう。逆に知らないの、絶対に。私、シルビアです。シルビーって呼んでもいいよ。すまないが、子供の相手をしてる暇はないんだ。いい子だから帰りなさい。あれ、こんな年の差あったっけ。最近ちょっとちょっと年気になって、そういうサイトで調べてスクショ取ってきたんですけど、シルビア16歳ですね。考察サイトですね。合ってるかどうかはわかんないです。シグルとか、24とかじゃなかったっけ。いや、もっと低いか。あ、ちょうどいいとこでスクショ撮るの。あ、撮った撮った。シグルト22。22。で、エルトさんも22。ダメだ。9番どこだ ?9 番21。1個下。まあ、同い年の、同年代の、同じ年生まれの1個下みたいな感じでも、ありそうやけど。いや、面白いね、これ。シルビア16歳です。このセクシーな私は子供だと思ってる。確かに、まあ、でも16なら一番、女子のなんかその子供を産むのなんか、一番適してるのはやっぱり高校時代って言いますしね。ちょっとなんか卑猥に聞こえてしまうのがあれなんだけど。それ考えるとやっぱそう、生物的にね。エロい意味じゃなくて。やっぱ16か18ぐらいが一番いい時期なんかもしれんね。その女子としては。ピークかもしれんね。もしくは。まあ人によってはそういう言い方する女子もいますからね。うん。シグルド様ったら意外につまんない男かもしれない。一番最初のキャーがもう、だいぶ低くなったな。おいおい、聞こえてるよ。まあいいわ。私は戦場されて花だもの。散るときはパーッと散ってあげる。参ったな、この子は。結構変わり者か。あまりか。じゃあ、踊るはできんかったね、やっぱり。じゃあ、もうやりたい放題ってことだよね。この辺もティアリー投げちゃおう。会話あるよね。
侮るなよ。貴様などにわしが倒せるものか。ダメージは入りそう。かっこいいな。バロンだっけ？見た目がめちゃくちゃいい。